よろしいですね。こういう場合はその一瞬の中に非常に高い危険度が凝縮されているという、はい、間合いの取り方、そういうことでしょうね、はい、一つ呼吸を間違えたら本当に大変な事故になるかもしれませんもんね。大山六段と中村六段、えっ、空手の場合投げ技がないっていうのはこれは変、まあ不認識ですね。投げ技は非常にあります。空手の場合技については全ても使いますからね。うん、きれいですね。防具つけててもあれ効くんですね。時には防具つけててもあばらまでいきますね。完全なカウンターですからね。はい、特に剣道のドアって割れますから、年中変えてるんですね、あれ。さあ、今度は、ね、足を引っ掛けての回し入れですね。要するに、白羽の間合いと手の間合いが深いからですね。なるほど。相手が入ってきて立ってるそのまま蹴られてしまうと。倒れて、相手の剣を流し、引っ掛けて回し入れで決めるとか、そういうところですね。依然として大山六段そして中村六段の模範演武が続いております。本当に速いんでよく分からなかったんですが、今のはあの中村六段 の後ろ蹴りですか。いや、前蹴りなんですね。前蹴りですか。はあ、素晴らしい技の連続ですね。これ非常に稽古を入りますから。はあ、でアメリカに行って空手を広めと。非常に盛んですから向こうは。外人の空手愛好家が出たら本当に神秘的な感じがするんでしょうね。見事なモハイエンドです。3回目の大会の時は手を切りましたね。あそうですか、はい、最後の取りで手が切れましたね。今年は決まったようです。今アメリカで大体空手人口というのはどれぐらいなんですか。アメリカの空手は大変な人口ですね。日本よりも空手の人口が多いようなあれですね。そうですか、はい。大山忍六段中村忠